ピッキングが大変なフレーズもハンマリングを使えば楽に弾くことができます。例えばこのようなフレーズもハンマリングを使えばこのように楽に弾くことができます。で、注意したいのは左手の指を大きく振りかざすようなアクションになってしまうとミスが多くなってしまうので、できるだけコンパクトなアクションでハンマリングするようにしてください。弦を引っかくことによって音を出すテクニックが、プリングです。例えばこのような感じです。この時注意したいのが、左手全体を回してしまうような動きです。例えばこうなってしまいますと人差し指までもが動いてしまって音程がシャープしたりすることになります。またミスも多くなるわけです。そんなわけで、EX6 は薬指を5弦に置いたままプリングしていくという練習フレーズです。薬指を置いておけば、プリングは指先だけですることに、必然的になるので、コンパクトなプリングが、マスターできるわけです。なお弾くにあたっては、5弦を、薬指ここブリッジミュートを少しかけて、弾くようにしてみてください。